日本の次期戦闘機開発は着々と進んでいるようです。同時に進めている IHI 射程 XF9 エンジンの実用化への取り組みも順調そうです。今回は、XF9 エンジンと次世代戦闘機の共同開発計画 GCAP グローバルコンバットエアープログラムを見ていきましょう。やっぱり、純国産なんてことはないですよね。2022年12月、外交・防衛政策の基本方針国家安全保障戦略など、いわゆる安全保障関連3文書が改定され閣議決定しました。この閣議決定により、日本の防衛をめぐる議論が、様々な立場から、様々な反応を巻き起こすことになりました。この決定で、日本の防衛予算が、2023年度からの5年間で、現在の 1.5 倍にあたる総額43兆円に上がると判明しました。しかし、最終年には、NATO 加盟国の目標額と同じように、対 GDP 比 2% 以上の水準に引き上げると見られています。NATO 加盟国は、ロシア・ウクライナ戦争の長期化を考え、防衛費を引き上げる方向に舵を切りました。日本としては、加盟国が、今後一定の防衛努力のため対 GDP 比 2% を基準値にすると予想したので、それに追随したというわけでしょう。日本は、今後の防衛予算の使途として、防衛力強化のため、スタンドオフ能力獲得と整備を進める方向を打ち出しています。従来より、飛躍的に、射程距離が、長い兵装の購入を進めようとしているのでしょうか。このスタンドオフ能力の第一目的は、日本に接近する艦艇から放たれた艦対空ミサイルの阻止です。日本を守る反撃能力を保有し配備すれば、相手の射程圏外の安全な場所から攻撃できるということになります。つまりミサイル能力を向上させるとともに、自分たちが被害を受けるリスクを極力減らし、敵のターゲットを攻撃するという論理を実現しようというわけです。このようなスタンドオフ能力を備えた兵装を、政府は反撃能力と呼んでいます。政治的認知を得ようとメディアでも使っていますが、専守防衛という日本の基本理念に反するのではないかという意見があります。日本を取り巻く軍事的現実は年々複雑化しています。が前期のような議論が完全に決着することはないでしょう。スタンドオフ能力や反撃能力などの兵装が大きな注目を集める一方で、戦闘機の新しい動きが始まったようです。その新しい動きが前での GCAP です。2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同での次世代戦闘機開発を正式に発表しスタートしました。これがプロジェクト GCAP です。日本は現在空自が運用している F2 戦闘機をイギリスとイタリアが両空軍が現在運用しているユーロファイタータイフーンの後継機となる戦闘機の実用化をこの GCAP では目指すということになります。空自の中では現在交友区分や呼称は廃止されましたが、かつては主力戦闘機とそれを補う支援戦闘機という分類がありました。そして主力戦闘機はアメリカからの輸入もしくは国内企業がライセンス生産して調達すると決められていました。支援戦闘機は、アメリカとの共同開発が通例でした。現行の F2 戦闘機も、当初は支援戦闘機だったため、アメリカのロッキード・マーチン社製の F-16 ファイティング・ファルコンをベースに開発した機体でした。日本国内では、F2 戦闘機開発について、自国での単独開発を主張する意見がありました。しかし、太平洋戦争敗北後、自衛隊の戦闘機は、アメリカを含む連合国の意向で禁止され、軍備産業も抑制されていたのです。こうした事情があるので、機関部製造は不可能、航空機開発技術も大きく後退する羽目になりました。なので、前述の通り、F2 戦闘機は、F-16 ファイティングファルコンをベースとせざるを得ず、機関部は現 IHI 社がライセンス生産したのです。また、航空機開発に関しては、日本は、すべての技術をアメリカに開示しなければならないという義務を課せられていました。しかし、アメリカは、主要なコントロール部分の情報は日本側には公開せず、いわゆるブラックボックス化したので、偏った契約だったのです。
さらに、日本の希望する F2 戦闘機の仕様変更は不可能でした。政治的な問題はありましたが、不満の多い運用を強いられたのです。要するに、高い金額で買った、買わせられたのに、客の要求は無視されたのです。こうした F2 戦闘機の開発での苦い経験があったので、日本は、後継機開発については、機関部の内製化実現を目指し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間で、それを目的とした取り組みを進めてきました。防衛装備庁からの依頼を受けた IHI 社は、2010年から、次期戦闘機用の機関部を目指した XF91 エンジンの開発をスタートしました。そして、8年後の2018年6月に、試作機1機を完成させ、納入しました。納入された XF9 エンジンは、2020年7月までに、各種の性能テストを実施し、結果として、アフターバーナー未使用時に11トン、使用時には15トン以上の推力を発揮しました。この数字は、F2 にラプターに搭載されている F119 エンジンに近く、空気吸入用のタービン入り口付近の温度でも、1800°C という世界標準クラスの数値を叩き出したそうです。発電能力は、今後の戦闘機の機関部として、重要性が増してくると思われますが、XF91 エンジンは、180kW を記録し、一定水準をクリアしています。XF9 エンジンは、実際に機体に搭載してのテストではないのですが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値をクリアしたことで、将来の戦闘機に対応しうると、大きな期待を集めました。さらに2019年開催されたマストアジア2019では、水力変更装置が展示されました。このマストアジア2019で展示された水力変更装置は、XF91 エンジンに装着可能な XVN31 というモデルで、ロシア製の第5世代戦闘機として知られているスホイ57、スホーイ等にも採用されている水力方向を変更する装置です。この水力変更装置の目的は、搭載している戦闘機の機動性を向上させることです。機関部からの排気角度を調整し、推進方向を制御する仕組みで、アメリカの F2 にラプターでは、パドル式の水力変更装置が採用されているそうです。ロシアのスホイ37やスホイ57はノズル式水力変更装置ですが、XF91 エンジンに装着可能な XVN31 もノズル方式で最大20度の水力変更ができるそうです。いわゆる第5世代戦闘機は、機体本体に優れたステルス性能があるので、敵の攻撃を回避できると想定されていますが、機敏な機動性を確保するには、このような交付もあるというわけです。これまで述べてきたように、2019年に水力変更装置のノズル XVN31 が公開されるなど、XF9 エンジン実用化に向けた実際的な取り組みが着実に推進されてきています。と言っても、今後の GCAP は、状況によっては、共同開発の変化もあり得るので、どんな方向に進むのか、決して予断を許さない状況とも言えます。GCAP では、高級車で有名なイギリスのロールス・ロイス社が機関部開発を担うことになっています。ロールス・ロイス社は、イギリスやイタリアが採用しているユーロファイター・タイフーンの機関部開発も主導しているので、全体を統括する BAE システムズ社とともに、プロジェクト全体の主導権を握るのではないかと見られています。また、これまで、イギリス、イタリア、スウェーデンの3カ国が推進してきたテンペスト計画でも、ロールス・ロイス社は、機関部の開発を行っています。優秀なロールス・ロイス社ではありますが、テンペスト計画の機関部開発には難航していたとも聞こえてきます。とは言っても、ユーロファイター・タイフーンなど、量産型戦闘機のエンジンを開発してきたノウハウには、すごいものがあるのです。ロールス・ロイス社は、昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、戦闘機の機関部設計から、製造までを、極めて短期間で行えるという自信を持っているという噂もちらほら。GCAP で、その進化がわかるだろうとも言われているようですよ。
日本は広大な領海や排他的経済水域に囲まれているため、潜水艦の担う役割は大きくなっている。そんな中、海上自衛隊に新たな潜水艦建造計画が進行中との情報をキャッチしました。今回は VLS 搭載でトマホーク搭載時期潜水艦建造を詳しく見ていきますね。さらに、海上自衛隊の潜水艦には533ミリ魚雷発射艦から運用可能なスタンドオフミサイルも開発中、本気で全潜水艦に搭載可能なわけで、もはや中国の潜水艦はヒヤヒヤですね。VLS 搭載時期潜水艦は5000トン級になってくるのか、すごい技術力だよね。国土の周囲を広い領海や排他的経済水域に囲まれた地理的な環境下にある日本にとって、その防衛の役割は海上自衛隊が主軸として担うことが想定され、今も昔も変わらない海軍国というのが偽らざる実情だろう。そんな海上自衛隊にあって、2024年現在は、その主戦力は、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機がおよそ190機という、体制の構築が進められており、これは、2019年度からの最後の防衛計画の大綱で定められたものである。海上自衛隊では、基本的に、すべての水上戦闘艦を、その規模や用途を問わず、護衛艦と呼称しているが、装備として内訳から見ると、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH、イージス艦 DDG、汎用護衛艦 DD、多機能護衛艦 FFM などに分けられる。具体的には、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH は、現在、航空母艦化改修の渦中にある出雲型、イージス艦 DDG は、最新鋭ガマヤ型、多機能護衛艦 FFM は、最新鋭の最上型等があり、さらに、今後は、これを大型化した艦艇の建造が予定されている。哨戒艦12隻は、現時点では未就役の艦艇だが、現行の護衛艦よりも小型で軽武装であり、昨今増加傾向が続く尖閣諸島をはじめとする、南西諸島方面の対中国警戒網を強化するものとして、活用されることが見込まれている。そして、こうした艦艇の中でも、ひときわ、海上自衛隊が重きを置いていると考えられるのが、潜水艦22隻の体制であり、2024年8月現在は、親潮型8隻、双竜型12隻、太平洋型2隻を実戦配備とすることで、これを実現している。その中でも、最新型である太平洋型は、今年2024年3月に、3番艦の神鯨が就役を果たし、すでに4番艦の雷鯨も、2023年秋には進水を行っており、来年3月には実戦配備される予定である。この太平型は、基準排水量がおよそ3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルの艦隊を備え、機関構成は、ディーゼル機関2機、リチウムイオン電池、発電機を組み合わせたディーゼルエレクトリック方式となっている。この構成は、毎級である、そう、竜型の11番艦、12番艦を踏襲したもので、太平型では、設計の段階から、リチウムイオン蓄電池を搭載することを想定していたため、従来艦よりも、艦内のスペースを含め、様々な効率化が進んだものと召されている。太平型は、通常動力型の攻撃型潜水艦に分類される存在であるが、このクラスでは、世界でも最大規模を誇り、その主兵装は、艦の全部に配置された6門の533ミリ魚雷発射であり、そこから複数の兵装を運用する形である。このところの日本では、こうした最新鋭の太平型に限らず、毎年1隻を交互に、三菱重工業者の神戸造船所と、川崎重工業者の神戸工場が新規に建造するサイクルが確立されており、これにより、切れ目のない建造技術の蓄積が行われている。ただし、これまで、大まかには、潜水艦自体の設計は三菱重工業者が担い、川崎重工業者は、潜水艦に搭載する機関の主機たるディーゼル機関の開発と製造を担うという形式が定着していると言ってよいだろう。しかし、川崎重工業者は、昨年2023年末に、
同社の方向性を示すグループビジョン2030の進捗報告を公表し、その中においては、海上自衛隊の新型潜水艦を目指していると、おぼしき艦艇の姿をイメージ図として掲載した。このイメージ図のコンセプト案とされた新型潜水艦は、従来型の、そう、流型や太平型とは一見してわかる、デザイン面での変更があり、概略としては、セイル部分が、それらよりも、船体の後方へと置かれている点が見て取れる。ここで、川崎重工業者が示した新型潜水艦は、こうした外観上の特徴の変化のみに止まらず、今後の海上自衛隊の潜水艦に求められるであろう、大きく、3つの機能面での進化を盛り込んだ内容となっていた。その川崎重工業者の新型潜水艦の3つの機能面での進化とは、まず、1つ目として、スタンドオフミサイルを搭載し、運用を行うことが謳われており、敵の防衛網の射程距離外からの攻撃手段に潜水艦を加えることを目指している。二つ目としては、従来の潜水艦よりもさらに高度化した船体のステルス性能を実現することと、逆に敵を捜索、探知するソーナー等の能力の向上が謳われており、敵の潜水艦に対処する能力をさらに高めることを目的としているように映る。三つ目は、潜水艦内における二酸化炭素の分離と回収についての新技術を導入することが謳われており、機関構成の中で、ディーゼル機関を重きとする通常動力型潜水艦の大きな弱点である、二酸化炭素の発生への対処を狙ったと思われる。これらの川崎重工業者がコンセプト案として示した新型潜水艦の3つの機能は、2つ目のステルス性と探知能力の向上、3つ目の二酸化炭素の分離と回収の新技術については、様々な関連企業の技術の集約が必要となるだろう。したがって、川崎重工業者自体が全てを解決して新型潜水艦を作り上げるというよりは、従来からの防衛関連企業や、今は、その分野に参入してはいない企業も含めて、同社が、それを潜水艦に活用するようにマネジメントする技量も求められるのではないだろうか。逆に、一つ目のスタンドオフミサイルの搭載と運用は、対象となるものが現時点でも明確であるが、既存の太平型等と同様に、艦首部の6門の 533mm 魚雷発射艦で、運用可能なものとなると、これから新たに製造する必要がある。日本は、スタンドオフミサイルの配備を拡充し、防衛力の強化を打ち出しており、その中には、国産の1認識地対艦誘導弾の能力向上型が、配備されるまでのつなぎの役割として、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達も決まっている。当然、本家のアメリカ海軍では、トマホーク巡航ミサイルを装備した潜水艦を、すでに多数運用しているが、これらは、すべて VLS 垂直発射艦から運用される形式であり、533mm 魚雷発射艦から運用されるものはない。その例は、イギリスの攻撃型原子力潜水艦である、アスチュート級が世界で唯一であり、すでに、アスチュート級用の 533mm 魚雷発射艦から、運用可能なトマホーク巡航ミサイルの生産は終了しており、日本が調達する同ミサイルはこれに対応できない。したがって、日本が調達するトマホーク巡航ミサイルは、マヤ型等の既存のイージス護衛艦や、これから建造されるイージスシステム搭載艦等の水上戦闘艦の並走となることが見込まれており、潜水艦用は、別に必要となる。昨年2023年4月に、防衛省は、4種類のスタンドオフミサイルの開発事業に関して、三菱重工社と契約を交わしたことを公表しており、既存の 533mm 魚雷発射艦から運用される潜水艦発射型誘導弾がこの中に含まれている。三菱重工業者が開発を手掛けているスタンドオフミサイルといえば、前述した1認識地対艦誘導弾の能力向上型が最も実用化が近いと目されており、すでにその第一段階の本体の画像も公表されている状態である。しかし、この人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、ステルス性能を高めるべく、エッジの効いた形状をしており、533mm 魚雷発射艦から、
運用可能な形式とすることは困難とみられ、新たに専用に新設計されると考えられる。防衛省は、すでに、公開済みの令和4年の事前の事業評価の中で、潜水艦発射型誘導弾について触れており、そこでは、同弾の用途は、日本への侵攻を試みる敵艦艇及び上陸沖とする部隊に向けて使用すると説明されている。そのため、開発中の潜水艦発射型誘導弾は、敵の水上艦艇に向けた対艦攻撃を主な用途とし、一部の対地攻撃にも対応可能な仕様となるのではないかと目されるが、その射程距離等については、まだほとんど情報が明かされてはいない。日本の地理的特性により、海上自衛隊の役割は非常に重要であり、2024年現在、海上自衛隊の主力として、54隻の護衛艦、22隻の潜水艦、12隻の哨戒艦、および約190機の作戦用航空機が配備されています。これらの艦艇は、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH、イージス艦 DDG、多機能護衛艦 FFM などに分けられ、特に、新型の潜水艦隊型では、最新技術のディーゼルエレクトリック方式が採用されています。海上自衛隊は、これにより、広大な領海と排他的経済水域を守る重要な任務を担っています。今、航空業界で大きな動きが起きています。2024年7月、ファーンボロー航空ショーで披露された、日本、イギリス、イタリアの3国共同で、進行中の GCAP の最新有人戦闘機の実物大モックアップを見ていきましょう。なんとで、デルタウィングへの変更や、その他の注目すべき新機能について、詳しく解説します。次期 XF9 の行方も知りたいですが、なかなか情報が出てこない。F-35 戦闘機のエンジンでもかなり困っている状況です。どう考えても中国には開発できん。日本とイギリスとイタリアの3カ国が推進している GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおいて、その中核を担う存在とも言うべき有人戦闘機について、この2024年7月に新たな動きが確認された。それは、この月にイギリス本土の南部にあたるハンプシャー州のファーンボロー空港ので開催されたファーンボロー航空ショーで GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップが披露されたことによる。今回のファーンボロー航空ショーは2024年7月22日から26日にかけて延べ5日間開催されたが、その中の展示物の一つとして、GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップが登場したのだ。ここで披露された GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップは、イギリス側で同プロジェクトの主管を担う BAE システムズ社が展示したもので、従来までとは異なる仕様となっていた。それは、今回の GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップでは、その主翼はこれまでのラムダウィング形式からデルタウィング形式へと変更されていた点である。一般的にラムダウィング形式に依比してデルタウィング形式は機体の飛行時の高速度の発揮がしやすく、主翼の面積が広いことから、その内部に搭載される燃料タンクの容量も比例して大きくなると考えられている。したがって、披露された GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップからは、
単純に燃料タンクの容量が増した分だけ航続距離も伸び、作戦行動範囲が大きくなったことが伺えた。加えて、今回のファーンボロー航空ショーにおいて、GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップの詳細な諸言等は目示さなかったものの、機体そのものもかなり大型であったことは見て取れた。世界初の実用化されたいわゆる第5世代戦闘機の祖であるアメリカは、ロッキード・マーチン社の F-2 にラプターはもちろん、それに続く機体として、日本の航空自衛隊も導入を進めている同社の F-35 ライトニングにも、その最大のセールスポイントは、優れた機体そのものステルス性にある。故に、これらのいわゆる第5世代戦闘機においても、そのステルス性能を最大限に発揮させるためには、搭載する兵装を、機体内部のウェポンウェイに収容する必要があり、その収容力が、機体の戦闘能力を左右すると言っても過言ではないだろう。今回のファーンボロー航空ショーにおける GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップは、少なくとも現在航空自衛隊が装備している F2 や F35 ライトニングによりも大柄な機体であることは間違いない。したがってそれらの機体よりも当然数量重量ともに多くの兵装を搭載することが想定されていると考えられ、ことに航空自衛隊にとっては、同機が代替することが求められている。現行の F2 が、搭載可能な4発の空対艦誘導弾を超える数の同兵器の運用が見込まれていると思われる。その意味において、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機は、純粋な敵機との快適を想定した機体というより、いわば、現行の F-15 イーグルの最新型等が担い得る戦闘爆撃機という区分に近いと言えるのかもしれない。そこから想起するに、今後の航空自衛隊の戦闘機の役割分担としては、最も旧式な F-15 イーグルのアップデート版が哨戒任務を、F-35 ライトニング2が星空戦闘を、そして GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機が対艦対地攻撃を担うことが有力視される。GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機は現行の F-35 ライトニング2に比べれば機体がかなり大型化している点からも星空戦闘任務という部分については後者に一任するコンセプトではないかと思われる。そもそも今後の主力戦闘機たる F-35 ライトニング2については高度な機体のステルス性能と強力なレーダーセンサ類、そして他の同盟国をも含む友軍とのデータリンク機能を駆使し、敵からの捕捉を避けつつ、先制攻撃によって航空優勢を確保することが基とされている。これに加えて、GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機においては、多数の無人航空機を管制する機能を有し、航空優勢を確保するための司令塔的な役割を担うことに主眼が置かれているようにも感じられる。ただし興味深いのは、いわゆる第5世代戦闘機と見さされている、日本を含む西側諸国で、事実上のディファクトスタンダードと揉めされる F-35 ライトニングには、敵の航空機に対する正攻法での空中戦での実戦経験はほとんどないという点であろう。最近、紛争の拡大が世界的に懸念されている中東方面において、イスラエル空軍は F-35 ライトニング2の自国仕様である I 型を実戦投入したとも言われているが、敵機に対する星空任務ではなく、対地攻撃用途に使用されているという側面が強い。こうした F-35 ライトニング2のイスラエル空軍における活用事例を鑑みても、今の紛争や戦闘で、いわゆる第5世代戦闘機同士が空中戦闘を行うような展開はあまり想定されておらず、その傾向は強まりこそすれ、減少する可能性は少ないように見える。また、GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機の開発をめぐっては、イギリスの2024年7月の総選挙の結果で政権を奪取した労働党のスターマー新政権は、その計画の見直しを示唆するなど、政治的な変化も見受けられる。イギリスで新たに誕生した労働党のスターマー新政権は、2035年に実戦配備を目指すとされてきた GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機について、より
目先の軍事力の強化を優先するかもしれないとの報道もなされている。これは、ひとえに、2022年2月に正規し、この2024年8月も、ウクライナ側の劣勢が伝えられているロシア・ウクライナ戦争を鑑みて、イギリスは旧ソ連の崩壊以後、これまでは、緩めてきていたロシアに対する警戒を再び強化する方策を模索しているゆえとも考えられているためだろう。その意味では、イギリスは、既存の主力戦闘機である、ユーロファイタータイフーンの最新型の数を確保する方が、目先の脅威に対抗する上では、有効で後押しなのではないか、という議論にも一理あり、今度の動向にも注目が注がれている。何やら逆説的な話ではあるが、イギリスにとってロシア・ウクライナ戦争が長期化していなければ、有人戦闘機の開発についても将来を見通した上での投資という選択に重きが置かれていたものが、2035年の実戦配備では遅いとの意見も、一定の評価を獲得しているとも言えよう。ただし、イギリスと日本との安全保障環境において大きく異なるのは、前者はいかにロシアとの再びの対峙が喫緊の課題となっていることに比べ、日本のそれは著しく海軍力の増強を推し進める中国の存在である点が大きいだろう。すでに単純な艦艇数において、中国海軍はアメリカ海軍の切れを凌駕した上、さらに驚異的な速度でその数を増加させており、日本においてはそれらに対抗するには、長距離攻撃が可能な追艦兵器の整備を行う必要に迫られている。そうした兵器を、現在の日本の岸田政権は、敵の防空網の外側から攻撃することが可能なスタンドオフミサイルの配備で行う方針を打ち出しており、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機の並走も、その一つに位置づけられるものだろう。GCAP プログラムの一環として開発されている新型有人戦闘機の実物大モックアップがファーンボロー航空ショーで初公開されたことを詳しく紹介しました。デルタウィング形式への変更により、機体性能の向上と戦略的な可能性が広がる、この新しい戦闘機について、その技術的詳細や戦闘能力、そして今後の展望について深く掘り下げてみました。これが、現代の航空戦の未来をどのように変えていくのか、非常に注目すべき点です。次回も、最新の防衛技術や軍事動向に関する情報をお届けするので、チャンネル登録といいねを忘れずに。お楽しみに。